お茶の水駅、お茶の水駅は、東京都千代田区と文京区にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東京地下鉄、東京メトロの駅である。神田川、外堀南側、千代田区側に、JR 東日本の駅が、北側、文京区側に東京メトロの駅がある。所在地は、JR 東日本が、千代田区神田駿河第2丁目、東京メトロが、 文京区湯島一丁目である。JR 東日本の各線、工術と東京メトロの丸の内線が乗り入れる接続駅である。また、各路線に駅番号が付与されている。JR 東日本の駅は、当駅の所属線である、中央本線と当駅を終点とする、総武本線、支線との分岐駅となっている。中央本線の駅新宿方面は、 急行線、快速線と観光線との複々線区間で急行線には東京駅発着の中央線快速電車が、観光線には総武本線、近市町駅方面と直通運転を行っている中央、総武線各駅停車が乗り入れる。ただし、早朝、深夜帯は東京駅発着で中央観光線に乗り入れる各駅停車も運行される。 また JR 東日本の駅は特定特殊内制度における東京特内類似の制度である東京山手線内に属している。駅名の元となった地名の由来についてはお茶の水を参照。現在の中央本線の新宿八王子間は私鉄の後部鉄道が建設した。その後後部鉄道は東京市街地中心部への路線延長を図り1895年 明治28年4月3日に、飯田町駅まで蒸気機関車による運転で開けした。この飯田町駅は、飯田橋駅よりも東側にあった駅で、後に、貨物駅となり1999年、平成11年に廃止となった。さらに、後部鉄道は、列車運転本数の増加を図るとともに、蒸気機関車の運転による音や、売煙の公害を軽減する目的もあって、 路線の電化を行って、電車の運転を開始し、路線の市街地方面へのさらなる延長を行った。こうして1904年、明治37年12月31日に、飯田町からお茶の水までの路線が当初から、伏線電化で開通し、お茶の水駅が、この際に開業した。お茶の水中野の間で1日28往復、新宿までは10分間隔の運転であった。 当初のお茶の水駅は現在地よりも新宿よりお茶の水橋を挟んで反対側にあった。当時の駅舎の跡地には神田警察署お茶の水交番が所在している。駅舎は洋風木造平屋建て、またプラットホームは相対式ホーム2面2線であった。この区間の建設にあたっては東京市区改正委員会から道路への影響を避けるように求められ、 結果として、外堀の内側を走る経路が選択された。また土手屋がケチの景観をできるだけ保全するように求められ、さらに湧水にも苦しめられる難工事となった。こうした条件から、お茶の水駅は神田川と崖が迫る狭外な場所に建設される。結果とな。神武鉄道はさらに、お茶の水駅より、東側の区間の建設を進めていた。 しかし1906年、明治39年10月1日に、鉄道国有法により、神武鉄道は国有化され、お茶の水駅は国有鉄道の駅となるとともに、お茶の水駅より東への延長工事も国鉄へ引き継がれた。1908年、明治41年4月19日に、昌平橋駅までが開通して、当駅は中間駅となった。 また、同年10月12日に、国有鉄道線路名称が制定されて、お茶の水駅が所属する路線は、中央本線と命名された。1923年、大正12年9月1日には、関東大震災に見舞われ、お茶の水駅は、駅舎が一部消失する被害を受けた。しかしこれは、応急復旧されてそのまま使用された。また、神田に面した崖が大規模に崩落し、 この箇所を復旧した形跡は2010年代に入ってもなお残されている。それまであまり輸送量の大きな路線ではなかった中央本線は関東大震災後復興資材となる砂利の輸送が拡大し通勤輸送についても輸送量が急増した。さらに失業対策事業の一環もあって対象末期にお茶の水中の間の複々線加工時に 着手することになった。またこの頃、総武本線は、両国駅が起点だったため、旅客はバスに乗り換えて、他の路線の駅に向かわなければならなかった。総武本線を市街中心地まで延長して、他の路線と連絡させる計画は、古くからあったが、関東大震災で市街地が消失したことを契機とする区画整理の一環として、線路用地を買収し、両国とお茶の水を結ぶ。 高架路線を建設することになった。この工事に伴い、お茶の水駅はそれまでの所在地より、東側のお茶の水橋と聖橋の間に移転した。出入り口は、お茶の水橋と聖橋の双方のたもとに設けられた。プラットホームは、島式ホームを2面設置して、両国と連絡する、総武本線の線路を、内側、中央本線の線路を外側にした、方向別配置とした。 総武本線の線路は、お茶の水を出ると、33パーミルの上り勾配で、上って、中央本線の上り線をまたぎ越す構造とされた。総武本線は、中央本線の観光線、急行線の双方ともに連絡でき、かつ折り返しもできる配線とされた。プラットホームは、完成時点では、全長152.2メートル、幅は、川側の中央本線上り。 総武本線下りホームが6.5メートル、山側の総武本線上り、中央本線下りホームが5.8メートルとなった。工事は、中央本線の電車が行き交う脇で、しかも駿河台の民家に近接して高さ12メートルに、及ぶ擁壁を構築する必要があるなど、困難なものとなった。思考は、大倉土木、現在の体制建設が受け負った。 総武本線側の工事が完成して1932年、昭和7年7月1日から、お茶の水駅に総武本線の電車が乗り入れを開始し、続いて1933年、昭和8年9月15日に、お茶の水飯田町官の副副線化工事が完成して、中央線急行電車、現在の中央線快速が運転を開始した。 総武本線の乗り入れ工事に合わせて2代目のお茶の水駅舎の建築が行われた。この頃の建築界では過去の様式にとらわれずに新しい建築材料に最も適した建築をしようというウィーン分離、ウィンナーセセッションの動きが出ていた。そして鉄、ガラスコンクリートといった材料を使って無造色で実用本位な建築を行うインターナショナルスタイルが 誕生し、日本においてもこうしたモダニズム建築の動きが見られるようになった。こうしたモダニズム建築の様式による駅舎の設計を行ったのは東京帝国大学建築学科を卒業して鉄道省に入省した建築家の伊藤茂であった。設計に際しては、湯島聖堂の近くにあるから東洋趣味を重んじたものにするように、 との外部団体からの要望も寄せられたが、伊藤はこれを一周し、震災復興橋梁として、先に完成していた聖橋、1927年完成、お茶の水橋、1931年完成との調和を重視した設計を行った。それまでの駅は一旦乗客を待合室に滞留させてからプラットフォームへ導くものであったが、伊藤は駅は道路の一部であるとして、 旅客流動を重視した設計を行い、やってくる乗客を次々に裁く新しい電車時代の駅を設計した。これは、駅舎設計の根本的な転換で、以降の通勤電車の駅の設計の基本となった。これ以降、乗降客数は比べ物にならないほど増加したものの、お茶の水駅は、その機能を果たし続けている。第二次世界大戦後は、国鉄の駅には、 プラットフォームの延長や上屋の設置といった工事が行われた。1954年、昭和29年1月20日には、帝都高速度交通営団、営団丸の内線のお茶の水駅が開業し、1969年、昭和44年12月20日には営団千代田線の新お茶の水駅も付近に開業している。丸の内線のお茶の水駅の建設にあたっては、国鉄駅より、 駿河台側や国鉄駅の直下なども検討されたが、建設費節約の関係から、現在地の神田川左岸が選択された。お茶の水駅は、神田川に面した休憩車地に建設された関係で、アプローチ部分が半地下の駅舎のような構造となったが、建設費の節約を追求した、当時の鈴木清秀英団総裁の、いたずらに高層カビを求めないとの方針の影響を、 受けてか国鉄のお茶の水駅と同じく、インターナショナルスタイルで設計されることにな。設計を担当したのは、国鉄のお茶の水駅の設計にも、伊藤茂を補佐して関わった、土橋長都の主催する、土橋大野建築事務所であった。風地地区であったため上質な仕上げが心がけられ、ガラスをはめ込んだ出入り口や、難石を張るなどされている。 単純な直線と曲線を組み合わせたシンプルで無駄のない造形であり、長部の半円形の連続窓は、土橋の関わった交通博物館のガラス張りの階段室に通じると、される。第二次世界大戦中の鉄筋コンクリートなどの資材不足により一度は途絶えた、日本の鉄道におけるモニズム建築はここで再び受け継がれ。 以降の国鉄の駅舎の多くが、インターナショナルスタイルで建設されていくことになった。当駅付近の丸の内線建設工事の際に、縄文時代の遺物が発見されて、学術調査により、貝塚と認定され、お茶の水貝塚と命名されている。1968年、昭和43年7月16日の22時30分、頃、 当駅の一番線ホームを出発したトヨタ行き重量編成の電車のドアに乗客が挟まれているのを駅員が発見し、非常停止ブザーを扱ったために電車が非常停止した。後続の高尾行き重量編成の電車の運転士は、先行列車が出発するだろうとの見込みに基づいて、自動列車停止装置、ATS の電源を切って、停止現時の信号を無視して侵入したため、追突事故を起こし、 重軽症者150人以上を出した。国鉄分割民営化直後、JR 東日本では1988年、昭和63年に、お茶の水駅の改築計画を打ち出した。従来の単なる通過点としての駅から、人々が楽しみ、最新の情報が得られる多様なサービス機能を備える、ことが必要であるとして、都市型未来志向のモデル駅として、事業費65億円。 賞金2000万円の公開コンペを1989年に実施した。252点の応募があり、ゼネコンの応募した作品が最優秀に選ばれた。最優秀賞の設計は、3階建てのべ床面積約1万1000平方メートルで、1階は列柱とアーチのコンコース、2階には水族館とホール、3階には美術館を備えるものであった。しかしその後、 列車の運行を止めずに工事を進めるには上部を支える強い支柱が必要で、技術的に難しいといった理由から JR は G を解散し、改築計画は自然消滅となった。改築計画の消滅により、1932年に完成した駅構造がそのまま21世紀まで使い続けられることになった。駅が神田川と駿河台に挟まれた、 強硬な場所にあるという構造上、立地上の問題からバリア風対応が十分に行われず、車椅子用のリフトは設置されているが、エレベーターやエスカレーターは設置されていないままであった。周辺に大学病院などの大規模な病院が数多く立地し、外来で通院する高齢者などから苦情が寄せられていたため、2002年に 周辺の8病院が連名で JR 東日本にバリアフリー対応の要請を行い、また2006年12月下旬からエレベーターとエスカレーターの設置を求める署名運動が行われて2008年に約1万2000人分の署名を千代田区長に提出して対策推進を要望した。これに対して JR 東日本は長らく費用面から お呼び越しであったが、2010年3月26日に、当駅で2010年度末からバリアフリー整備を行うことが JR 東日本により発表された。また同日千代田区も JR 東日本と連携して、駅前広場の整備事業を行うことを発表した。その内容は、線路上空に人工地盤を設置し、改札内に連絡通路を新設し、 お茶の水橋口駅舎及び正橋口の駅前広場機能の整備を行う。また、正橋口駅舎を人工地盤上に移設して、エレベーターやエスカレーターなどを設置することにより、バリアフリー整備を行うものでった。これには、正橋口前での旧日立製作所本社ビル、お茶の水セントラルビル跡地での大型複合ビル建設など、病院の町としてだけでなく新たなオフィスビルの集積を、 目指した都市改造プロジェクトが進められていることから新たな客層獲得が JR 東日本の改修工事着手を後押しすることになったと推測されている。今回の計画は当駅が狭い場所に立地していることから非常に難易度の高い大規模な工事になり、それに伴い列車の運行を変更する可能性もあるという2010年度内に 外力設計や関係者との調整を行い、同年度末の工事着手を目指して検討が進められる。2013年の秋以降は、駅構内や周辺の耐震補強を含めた本格的な駅、改良工事へ入り、バリアフリー整備関連は2018年度まで、駅前広場機能整備は2020年度の完成を目標としていたが、工事の過程で広範囲にわたる。 地中埋設物の処理の影響により、バリアフリー設備は2019年1月末、駅前広場機の整備は2023年度に変更されることになった。JR 中央線は、2020年代前半、2021年度以降の向こう5年以内をめどに、快速電車に2階建てグリーン車を2両連結させ12両編成運転を行う。そのため、 快速電車が停車する1.4番線は、ホームの12両編成対応改築工事が実施される。島式ホームに目に四線を持つ地上駅で、京上駅舎を有している。お茶の水橋と西橋の間に、ホームがあり、それぞれの橋の南側に、出口がある。それぞれお茶の水橋口と西橋口と称する。駅本屋は、お茶の水橋側。 水道橋側にある。さらに西橋口より東側、秋葉原側に平日の朝のみ機能している出口専用の臨時改札口がある。高台の洋壁と神田側の間に線路が敷かれているため、ホームの幅が非常に狭い。トイレはお茶の水橋口と西橋口の改札口内にあるが、共に多機能トイレはない。お茶の水橋口駅舎は1932年、 昭和7年7月の総武本線乗り入れに合わせて使用開始された伊藤茂設計によるモダニズム建築であり、それまでの乗客を待合室に滞留させてからプラットフォーム導く駅から旅客流動を重視して次々に乗客を電車に流し込む新しい通勤電車の駅のスタイルを初めて確立した。東側の西橋口駅舎は大きく改築されており、 原形を止めていないが、お茶の水橋口駅舎は建設以来、大きく手を入れられていない。しかしバリアフリー対策工事に2013年度から着手することになっていることは前期した。外側2線を中央線快速が、内側2線を中央、総武線各駅停車がそれぞれ使用し、同じ方向の列車を同じホームで乗り換えできる方向別複々線となっている。 これを実現するために、お茶の水駅の前後に立体交差が設置されている。並走する三鷹お茶の水間の内道方向であれば、階段を使わずに乗り換えが可能な唯一の駅である。当駅を境に、中央線と総武線の各駅停車の列車が、相互直通運転を行う。ただし、早朝と深夜は、中央線総武線は分離して、運転を行う。 総武線は東駅で折り返し、中央線は東駅の水道橋方で急行線と観光線との間を点線して、東京駅発着で運転され、快速用の E233 系電車が使用される。総武線の上り列車は2番線に到着し、そのまま中央観光線下り本線に引き上げ、その後3番線に入線して、総武線下り列車となる。 千葉方面の特急列車も当駅で点線する。上下、東西両線とも、急行線、観光線総互間の点線は、水道橋方のポイントで可能である。なお、3番線から、中央観光線西域への出発も可能だが、通常は、設定がない。出店、JR 東日本、駅構内図、全ホームで、互換工房性のメロディが使用されている。 相対式ホーム2面2線を有する地下駅。1番線銀座方に池袋方面線路への片渡り線が一本ある。定期ダイヤでの当駅発着列車は2010年、現在設定されていないが、池袋駅当駅間が開業した時から、東京駅への延伸まで引き上げ線として使わた後、淡路町駅まで延伸開業した際、当時は、 単線運転に池袋方面行きの電車が渡り線を使用し、転線していた名残である。2007年6月にホームドアが設置されたが、車両とホームの隙間を調整する工事のため、2008年3月22日まで稼働を一時休止して、翌23日に再開された。かつては定期券売り場が JR 口改札前にあったが、1993年11月に、 東京駅へ移転となり、代替措置として、継続定期券発売機が設置された、後に新規定期券も購入可能。JR の駅とは違い、両改札口にエレベーターが設置されている。なお、一番線ホームへの改札口にあるエレベーターは、東京医科歯科大学に直接入ることができる。駅は、神田川に面した休憩車地に建設された関係で、 アプローチ部分が半地下構造の駅舎に類する設計でも受けられた。この部分は国鉄 JR お茶の水駅の1932年完成の駅舎にも関わった土橋長都が採する土橋大野建築事務所の設計で国鉄 JR のお茶の水口駅舎と同じインターナショナルスタイルを採用している。かつては千代田線新お茶の水駅との連絡業務を 行っていたが、都営地下鉄新宿線小川町駅が開業し、新大茶の水駅と淡路町駅が直接つながったことで、新大茶の水駅と当駅、東京メトロとの連絡を解消した。ただし、JR の乗り換え案内では、現在も千代田線が含まれている。各年度の1日平均乗降人員は、下表の通りである。JR は除く。 各年度の1日平均乗車人員は、下表の通りである。JR 線の北を神田川が流れる。丸の内線の駅は神田川の北側にあり、お茶の水橋でつながる。西橋は東、お茶の水橋は西にかかる。駅周辺は、明治、日本、順天堂、東京以下しかの各大学などがあり、日本のカルチエラタンとも呼ばれる、学生街として知られている。 また、楽器店やスポーツ用品店、歴史ある有名病院も数多い。なお、お茶の水女子大学の最寄り駅は当駅ではなく、丸の内線明形に駅と有楽町線五国寺駅である。前身の東京女子高等師範学校が、湯島制度及び現在の東京医科歯科大学の敷地内にあったため出る。駅西口のお茶の水駅前停留所に、 都営バスと千代田区地域福祉交通、風車、日立自動車交通が運行の路線が乗り入れている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。